こんにちは、2月最後の週末で3月になると、まあ、あの天候はともかくなんか3月っていうと春って感じがするんですが、2月だとまだちょっとね冬っていう感じもあるん で冬のうちに飲んでおきたいな、寒いうちに飲んでおきたいなって個人的に思ってるのがスタウトで、今日はこちらです。フラーズのブラックキャブスタウト、アルコール度数 4.5%、フラーズってロンドンにあるブリュワリーなんですけれども、かなり大きいとこなんですけれども、まあ、スタウトっていうとギネスだとかマーフィーズだとかアイルランドがやっぱり思い浮かぶ人多いと思うんですけれども、イギリスでもスコットランドでもウェールズでも、スタウトは作ってて、そうですね、別にアイルランドのものだけじゃないんだけれども、でもアイルランドのスタウトほどこうどっしりクリーミーではないかもしれない。なのであそこまで、ヘビーなものはちょっとっていう人にはイングランドとかスコットランドのスタウトの方が合ってるんじゃないかなと思います。なんか書いてあるかな、特にビールに関しては書いてないっぽいな。オーツが入ってるらしい、まあ、ブラックキャブ、ロンドンっていうかイギリスに旅行に来て乗ったことがある方もあるかと思うんですが、そうですね、いや、もう私的にはスタウトは冬に美味しいかななんて思うんだけれども、まあきっとアイルランド人に言わせればナンセンスな話、一年中ギネス飲んでますからね、アイリッシュは。まあ、スタウトなんでね、この通りかなり濃い、どっしりとした、で泡もちょっと茶色がかってて、香りは甘い焦がしモルト特有の甘いフルーティーな香り。いただきます。うん、おいしい。結構これいける。フラーズって大きいところなんで、まあ多分いつ買ってもいつビールを買っても味は安定してる、まあ、どっちかというと工場生産のようなしっかりいつ買っても同じ、今年はちょっと味が違うなっていうような感じのブリュワリーではないと思うんで、来年の冬でもね、もしイギリスに旅行に来てこれスーパーで見かけたらスタウト興味ある人は飲んでみてください。美味しい。うん、しっかりとモルトの苦みが感じられるんだけど、でも甘さもちゃんとあって、苦すぎずでもどっしりと、もちろんヘビーでフルボディなんでですが、苦すぎずしっかり甘みもあって、でもしつこすぎない甘みで、すっきりっていうわけではないんだけれども、でも苦みと甘みが究極のとこまではいってないから、うん、なんかね2パイント3パイントぐらい飽きずに楽しめるっていう、そんな感じ。美味しい美味しい。でチビチビでもいけるし、ごくごくでもいけるし、うん、クリーミーなチーズとかと合いそう。でやっぱりアイリッシュスタウトではないんだけれども、アイリッシュスチューとか、うん、カシロールとか、そういうちょっと煮込み系の冬に美味しい料理に合いそうな感じ、うん、もちろんローストビーフとかローストポークとかにも合うと思う。チキンだと、多分チキンとかターキーとかだとお料理の方が負けちゃう感じがする。こっちの方がヘビーなんで魚料理もちょっと負けちゃうかな。でも牡蠣とかそういう苦みがしっかりとあってどっしりとしたものにはスタウトは合うんで、うん、
いし、炭酸もしっかりとしてるかな、意外と。うん、泡が消えちゃった。まあちびちびでもごくごくでもいけるけど、ちょっとなんか今日はごくごく一気に飲みたい気分かなって感じ。別に大した理由はないんだけど、うん、美味しいですよ、おすすめ。では。